はい、皆さん、こんにちは。モロトフです。ドームメン、続きをね、やっていきたいと思います。前回からね、ちょこっとね、オフラインでプレイしました。見てください。こっちの領土がね、ニョキニョキニョキっとね、できましたね。そうなんです。村がね、拡大しております。うーん。結構ね、あのー、人口を増やしたいなと思ってまして、 今ここをね、拡大したことで何をしたかっていうと、家をね、三つ作りました。同時に、まあ攻撃されちゃうと嫌なんで、こういうね、あの見張り台ですね、複数作って。そして、これですね、あの、アマ。うん。朝の原料を作っております。それでね、朝の服をやっぱりいっぱい作って、それをね、村人に、あの、着てもらいたいと思うと同時に、それを販売したいなと。 そうなんです。あの、商人をね、使ってトレードしたいなと思ってます。さあ、やっていきましょう。前回ね、コメントいただいてたんですけど、私ね、羊がいないよう、羊がいないようってね、野生に言ってたんですけども、 なんかね、私、無意識に羊をヤギだと思って殺していたようですね。野生の貴重な貴重な羊を。今回ね、そういったことがないようにやっていきたいなと思います。で、現状を食料事情見てみると、まあね、まあまあかなと。基本みんな、お肉とパンと、まあ、あの、魚と、まんべんなく食べてんのかなって感じですね。決して、 食料が豊富かっていうとそうでもないですけど、まあいいでしょう。で、藁がすんごい減ってるね。うん。藁がかなりなくなってる。なんでだろう。まあいいですけど。藁は修繕、修復に使うよっていうね。非常に貴重だよっていうお話をいただいてます。で、合わせて今やりたいなと思ってるのはこのストーンサークルっていうのを真ん中に作ろうと思ってます。 このね、ストーンサークルっていうのはこれと一緒で、えー、村人のね、こういったこのモチベーションがちょっと下がってる人たちに対して有効になるんですね。モチベーション上げのね、材料となります。じゃあ、ストーンはどこにあるのかっていうと、前回ここら辺に見つけて、まだ何も取ってないのかなあったあった。よし、これを持ってきてもらいましょう。他には持ってきてくれてんのまだかな俺 前回ね、指定しといたんだけどね。まだ持ってきてないってことだね、これは。あと、こっちだ。あ、これだ、これだ。一応みんなね、この形にストーンはね、削られたっていう状態ですね。だからこれを今度持ってきてっていう指示を出しましょう。まあ、最近ね、ちょっとね、困ってるのはね、皮がない。うん。だから、皮をどう取っていくかですね。うーん。 積極的にハンティングもしていきたいってことになるんだよね。そうすると。よいしょと。ハンティング、ハンティング。もうここらへんに来たね。動物、ハンティングしていきましょう。よいしょ。そしたらもうこれ、5人ね。グッと。ハンティングとかこういうね、えっ、ー、と、指示はね、複数出せるみたいなんで、 こことここにしとこうか。もう一個やりたいんだけど、あんまりやるとまた村人も大変になっちゃうのかな。どうなんだろう。でもこれは、この指示はね、優先度はそんな高くないらしいので、もうちょっとやってみようか。じゃあここら辺とかね。よい,いしょ。よいしょ。よし。さあ、この。 サークルストーンを完成させることでマイルストーンがね、解除できるんですね。やっぱりこのゲームね、今回のプレイでは全て解除していきたいなと思ってます。次の解除目標が今言ったストーンサークルの作成ですね。続いて制度を1個手に入れるっていうのがあるんですけども、これは多分ね、あのー、やっぱり制銅期の時代に行かないとね、ダメですね。現在は同期の時代ということですね。これライム この10ポイントを、えー、アンロックすれば次の制度が20ポイント必要だと。まあ、ポイントポイントがね、本当に必要ですね。で、今、どうなんだろうバランス的に大丈夫かなこのね、製品が全然ないよっていうことがないようにしたいですけどね。うんちなみに、牛なんかももう飼ってますし、 えーっと、馬はまだいないんだね。馬はね、次だよね。そうそう。馬に乗りたいよね。次の時代ではちゃんと。さあ、動物、ロバが生まれたと。ロバがとにかくね、12頭といっぱいいるんですよ。うーん。熊いた。熊殺すのちょっと怖いね。リスク高いね。まあ、でもしょうがない。川とかいっぱい取れそうなイメージがありますけどね。 では、ロバーがある程度いるから、これも増やしとこうかな。これね、2台。クマ攻撃。さあ、大丈夫かな戦ってる、戦ってる。さあ、大丈夫か。肉弾戦だ、肉弾戦。こんなことありえんのかな一人で。クマをこう追い回すっていう状況はね。うわあ斧でやってるよ。一人で倒した。 しかもこいつ続いて小熊を狙うぞ。<laughs> どんだけ強いやつなんだね。すごい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 。我々、戦闘民族ですね。戦闘民族がやたらいる村なんでしょうか。さあ、この戦闘民族の川がね、これできてきてますね。こっち、メシ川欲しいんですけど、メシ川の方。 倉庫はちゃんといっぱいあるね。パンパンになってたらもったいないからね。そうならないように。で、パンも、まあ、作られていて大丈夫だし、ここら辺はワークしてるかないまいちここら辺が上がってないっていうことは、銅が取れてないんでしょうね。お枯渇してますね、枯渇。そうか、そうか。これは良くないですね。じゃあ、 えーと、探しましょうか。これですね。これこれこれ。これ行きましょう。折っちゃってください。他にもでも探しとく ?2 個ぐらいやっぱ不安だよね。ここにもあるこれ取ろう。ここにもあるんじゃないねこれもがっつり取ってきますか。よし。このね、表に剥き出しのこういったものっていうのは、 非常に取れる数が限られてるんですね。だから取った後にちゃんとこう、地下を掘っていくね、採掘法をやらないといけませんね。さあ、もう定期的に商人がバンバン来ます。えーと、今回持ってきてくれたのはヤギ。うん、釣り竿、お。おー、釣り竿をね、うち少ないような気がするって言おうとしたけど、21もあるんだね。うん あえて言うと、羽毛の服が足りないねうん。じゃあちょっと羽毛の服をゲットして、釣り竿を多めに作ってんで売りましょうか。こっちうろかな。ね。さっきのね、釣り竿よりも、えー、ちょっとグレードの低い骨の釣り竿ですね。これを売っとく。あとは、まあこれゲットしとこうか。ここら辺もゲットしとこうか。ね。欲しいって今言ってたもんね。 あとは木炭どうなんだろう木炭はいっぱいあるのかな木炭もじゃあ一応念のため。これで、ゲットしといて、さっきの骨の釣り竿が事実上、我々のトレードね、製品になるんで、これをまあ外部にトレードするために作っているっていうことなんで、これで行きましょう。やっぱりこういうのを設置しとくと便利ですね。うんはい、行きました。ね。 皮ちゃんと取ってるかな皮。なんか皮取ってない感じがあるんだよな。ここ。まあ、働いてくれてないんだよな。こっちの方が楽だもんね。人の作業的には。これやるより。起来た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 。ありがたい。これでもやってくれないと何かっていうと、さっき言った通り、石がね、持ってこられないんですよ。 うん、石を持ってくるために、石専用のね、ソリを作って持ち運ぶんでね。これはめんどくさいですよね。うん、さあ、人口が75に達したんで、なんかいいことがありましたね。うん、さあ、とはいえども寿命がありますね。マイルストーンもう一回ちょっと見てみようかな。これは時間の問題でしょで、これもまあ時代の問題でしょ これも時代の問題でしょあと100人。これはね、時間の問題だよね。早めにね、100人に足しとけば、なかなか強い時代にはなるんだと思うんですけどね。うん。あとは、もう少し、この、見張り代を増やすかっていう、ことも考える。そうすると、事実上トレーダーはそんな怖くないぞと。 いうことになると思うんでね。そこら辺はちょっと、どんな素材だっけこんな感じの素材か。結構余裕だよね。我々としては簡単に作れちゃいそう。えー、っと、うん、ここら辺建てられないな。じゃあここら辺に建てましょうか。おいしょ。おいしょ。お、トレーダー来たね。トレーダーはすぐ来るね。おいしょ。 えーと、ここら辺も。おいしょ。ツンツンツンとね。いろいろ立ててますけど。この細かいね。おそらく気の使いが非常に重要なんだと思うんですよ。おいしょ。ちょっとトレーダー見てみるえーっと、おいしょ。今回トレーダーが来て、銅を持ってきましたね。 あと、ロバ。ロバもいいかな。あ、皮。皮欲しい。ちょ、こう、こう買っていくのが重要だ。ね。で、ここら辺も。ピッケルいるのかなどうなんだろううピッケルって結構持ってんじゃない持ってるね。でも、これは足りないから。えーっと、あとは必要ないかな。おー、銅の槍か。銅の槍ってどんぐらい持ってるのもっと欲しいよね。足りないな、これ。 全然だって70人いて20人、20人分ぐらいしかないってことだよね。これは問題でしょう。よいしょ。はい。さあ、確実にね、トレードも順調になってますね。いやー、皆さんからね、こう、こうやった方がいいですよとかっていうね、コメントをいただけるのはありがたいですね。なかなか私だけだとね、手探り感満載すぎちゃって。 そういうアドバイスがないでね、自分一人でこうプレイし続けると、見ている方がね、多分イライラすると思うんですよね。なんでこうしないんだよ、みたいなね。なので、私としては、そういったコメントはね、貴重かなと思っております。ありがとうございます。さあ、侵入者。そうこう話しているうちに侵入者来ましたよ。何今回は5人ですね。5人か。大したことないですね。 とはいえども、舐めちゃいかんというのもあるんで、えー、一応、こうしましょう。ね。おいしょ。みんな戻れ、戻れ。よしょ、集まれ、集,集,集まれ、集まれ、集まれ、集まで、ここで、集まったらば、行きますか。さあ、ここで。お、ここに来た、ここに来た。<laughs> 入ってきたけど、もうこんないるよっていうね。おいしょ。はい、大丈夫ですね。 えイえイエオと。はい。彼らが持ってきたものは我々の時代と多分同じなんでしょうね。ほぼほぼ。お羊置いてますね。殺す指示出てますけど大丈夫ですかこれ。ま、あいいや。あの、なんで <laughs> なんで羊、<laughs> 殺す指示出てんのこれ。あの、解除できないんですけど。 置いたら殺すっていうことかな。ね。はい。で、あと、そうだ、もう一つね、伝えとかなければいけないことがありまして、えー、ここにね、ちょっといろいろ果物植えてます。前回ね、アンロックしたんで、いろいろこう、食料、豊富なんだけど、果物をここら辺に置いてるって感じですね。うん。担任もまあ、取れてるし、いいですよね。牛が、 殺されましたね。はい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 。やっちゃいましたね。狩猟で大羊をね、自動的に殺してますね。あちゃちゃちゃーと。さっき言ったばっかりじゃんと。ただちょっと自動的なもんなんでね。気づけなかった。ここかなこれかなそうだね。これ。今私羊はなんと一頭だね。 うーん。羊欲しい。そっか、こうなっちゃうのか。まあでも、いいかな、もう。羊毛。羊毛はなんかトレードで賄うっていう考え方もあるかもしれないし。ちょっと自動でハンティングしちゃってる以上ね。おーっと、っとっと、とかやってるやってるやってる。ということで、知識ポイントがね、10以上貯まりましたんで、今度はライ麦の栽培ですね。 様々なね、植物をこうアンロックできてるんですけども、基本的にすべてをこう、なんていうかな、栽培してるわけじゃないんですよね。うん、ライ麦ね、ライ麦。どうなんだろうね。ちょっとやってみようか。これなんか少ない気がするんだよね、藁とかが。だからじゃあ今回は村の外にライ麦をね、植えていこうか。ここら辺が結構自由に使えそうだから。 ここに使うほんと。よし。かなり広大な土地を利用しましたけど。はい。川が250ゲットしておりますね。バン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 、こういう感じでアンロックしていると。羊さんも、いいですかね。ちょっと石が運ばれないのが、あれれって感じですけど。うん。釣り座をね。 釣りは販売物になるから、まあ、やっとけばいいし。石来ないなこれだよな理由が多分。石、ね。あれあ、やってるやってる。商人が来てるね。はい。グイーンと。さあ、今回はどんなトレードでしょうかね。はい。えー、牛さんがいますよと。ほい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 。ナイフ。 ナイフどうなんだろうナイフ結構使うんじゃないかと思うんだけど、多い,いね。ナイフ欲しい。えー、これ、羊毛欲しいですね。で、銅は欲しい。牛も欲しいんだけど、どうかな牛か。牛もらっとくあ、相当、こん、一ついいや。これで、えー、いつも通り何かを売る。ね。これいっぱいありすぎ。 よし。はい。畑はね、外にこう植えてってもよかったかもね。わざわざ囲わないで。そんな感じがする、今となっては。うん。さあ、現在は人口85人ですね。かなり増えました。朝の服がバンバン作られてる現状ですね。革の服も作られてるな。そうか、ほとんど革の服でいってるな。 まあでも、革の服のね、上限もね、決めてるからね。ある種、上限が達した時点で、それは飽和するんでしょうね。人口の25%。なので、たい100人、100個。ここで打ち止めだね。うん、この後からは、おそらく、えー、さっきのね、石をソリでね、持ってくるための革として作られていくんだと思いますね。 さあ、泥が250個取れたよっていうことで、1ポイントゲットしました。1人死亡しました。死因は10、10秒ですね。うん、なかなかビジーズイなね、あのー、村ですよね。こう、人と人の距離が非常に近い村。へ <laughs> 嫌ですね。プライベートがね、ないのかな。とはいえども、こういうね、村の方が、便利っちゃ便利ですよね。 日本でいう東京的な感じです <laughs>、うん。はい。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね続きが見たいっていう方いらっしゃったらぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そしてね、チャンネルメンバーシップありますので、興味がある方はぜひ入っちゃってみてください。それでは。